ブルーコンコルドは日本の競争場。2006年度ダートグレード競争最優秀場、ナラグランプリ2006特別表彰場。クラブ法人、ブルーマネジメントが一口橋を募集した価格は2520万円。2002年7月に小倉競馬場の新馬戦2着でデビュー。上京市の服部俊リは芝1200メートル戦を計画していたが、 起乗する池添健一の震源により芝1000メートル線を使うことになった。折り返しの新馬線では芝1200メートルに出走始発勝利を挙げる。東京競馬場の改修工事に伴い、中山競馬場芝1200メートルに条件変更された京王杯二歳ステークスに出走始発の重傷制覇を成し遂げる。京王杯二歳ステークスの後は、 アサヒハイフューチュリティステークス出走を予定していたが、在地のため放牧に出され、クラシック戦線に備えることとなった。2003年は、サツキショウへのステップレースとして、スプリングステークスに出走し、その後サツキショウへ駒を進める。しかし、サツキショウのレース中、束に引かれ肉離れを発症。クラシック路線を諦め二度目の放牧に出された。 放牧から気球すると芝の中短距離を中心に様々な条件のレースに出走する者の,の勝ち負けに加わることはなかった。新たな可能性を開拓するべく初めてのダート戦を試みるとここで一度目の天気を迎えることとなる。出走した下月ステークスで初ダートにして当時のコースレコードで圧勝しダートへの高い適性を示した。この勝利が ダート短距離路線への参戦を決定づけた。ダート短距離に主戦場を移した2004年もなかなか勝てなかったが、12月のギャラクシーステークスで幸いヒデキとの新コンビとなった。このレースでの一着が二度目の転機となり快進撃が始まった。2005年にはプロキオンステークス、シリウスステークスを制し、ついには 名古屋競馬場で行われた JBC スプリントに一番人気で迎えるまでになった。道中は中断に控えてレースを進め、3コーナーからまくるように進出し、4コーナーで先頭に立つと直線ではさらに後続を突き放し小場審査をつける圧勝で、待望の GI レース初優勝。これが、調教師の服部馬主の小木富レーシングクラブ、さらには、 クサイチコンコールド3区としても初めての GI 制覇となった。2006年はガーネットステークス、フェブラリーステークスの年明け2000こそ振るわず5着、4着だったが黒船賞で2着に6馬審査をつける圧勝。続く歌手は記念でも一番人気のアジュリミツオーには及ばなかったが2着を確保。その後マイルチャンピオンシップ南部杯に出走する。 しかし1400メートルを超える距離で勝ったことがなく、それが不安視されての2番人気となった。レースでは好意に取り付きうまくレースを進めるが、直線に無期勝負所となると、前が壁になる不利を受ける。しかし馬と馬との間を割って抜け出し、距離をも克服し2つ目の統一 GI のタイトルを獲得した。続けて JBC マイルに出走。 初めてのナイター競馬への出走となった。スタート直後は後方に控え、向こう正面、三余コーナーにかけて徐々に進出すると、直線では鋭く伸びて優勝。統一 GI を連勝するとともに、史上初の JBC スプリント連覇を達成した。この二つの勝利によって、1600メートルまでの距離への不安は払拭された。2006年12月29日第52回。 東京大商店続く次層には12月28日の兵庫ゴールドトロフィーが計画された。しかし、主戦機種であるサチはさらに500メートルも延長する2100メートルのジャパンカップダートでも大丈夫との進言をした。そしてジャパンカップダートへの出走が検討され、馬の状態も良いことから出走が決まった。レースでは中断に控え、 直線に向いてから進出するも前が壁になる不利もあり急着と破れた。しかし不満が残ったレースとなったため、再び距離の長い2000メートルの東京大賞典に挑戦した。こうが JRA のレース当日にもかかわらず追い切りに騎乗し万全を期して臨んだ。このレースでは先行するシーキングザダイヤやアジュリミツオーなどを差し切り圧勝。 GI4 勝目を挙げ、2000メートルまでの距離への不安もなくなった。2006年の GI3 勝の活躍が評価され、2007年のダート競争格付け委員会によって2006年度、ダートグレード競争最優秀馬に選ばれた。2007年5月3日、第19回柏記念2007年は、フェブラリーステークスから始動する。本レースでは3。 4コーナーでも垂れたために立て直すのに手間取る。直線では猛追するものの先に抜け出したサンライズバッカスを捉えることができず2着に敗れた。続いて名古屋大賞店に出走。59kg の金量と1周目のスタンド前からかかり3着に敗れた。続いての柏記念では同年のフェブラリーステークスの優勝馬サンライズバッカス。 前年の本レース優勝馬アジュリミツオを抑えて一番人気に支持される。レースでは前走のように控えて折り合いを書くことを避けるため積極的に先行し道中を4番手の内で進める。三角手前で進出を始めると直線で握るアジュリミツオをインからかわしそのまま突き放し優勝した。統一 GI の5勝目を挙げるとともに前年の雪辱を果たした。続く 帝王賞では圧倒的一番人気に支持される。しかし、直線で先頭に並びかけるが、内からボンネビルレコードに交わされ、二着に敗れ、放牧に出された。なお7月11日付で当馬の所有権が、ブルーマネジメントに変更された。その後、9月4日に帰球し、マイルチャンピオンシップ南部杯に出走。レースでは、道中二番手につけ、 直線に向くと早めに先頭に立ち、そのままワイルドワンダーの追撃を振り切って見事にこのレース連覇を達成した。自走は第7回 JBC クラシックに出走。道中は中段につけて最終コーナーあたりで進出を開始するものの、直線では伸びきれず4着だった。続く第8回ジャパンカップダートでは、スタートから先行し、先頭集団に位置し、進むものの、 直線では力付き7着だった。続く連覇を期待された第53回東京大賞典では3番人気となるが5着だった。マイルチャンピオンシップ南部杯2008年10月13日2008年は当初川崎記念と佐賀記念に登録をしていたが共に回避しフェブラリーステークスに出走。直線ではしぶとく乗るが惜しくもバーミリアンの2着に敗れた。 続く柏記念は、ボンネビルレコードの2着に敗れた。この後は休養し、10月13日のマイルチャンピオンシップ南部杯に3連覇をかけて出走。4コーナー手前で先頭に立った名称バトラーを、ゴール手前でかわし、優勝、3連覇を達成した。ダート GI ジェイプニー K7 勝は、アドマイアドンの6勝を抜いて、最多記録になり、 G.I.J.P.N.E. 競争7勝もディープインパクトらに並び最多記録体となった。さらに、続く JBC スプリントでは結果は4着だったものの g i j p n e 計2 0戦出走の最多記録体となった。続いて出走したジャパンカップダートではしぶとく伸びて5着だった。その後、12月29日の東京大賞典に出走したが4着に終わった。 9歳となった2009年は、川崎記念から指導したが、4着に敗れた。休養を挟み、4年連続での出走となった、マイルチャンピオンシップ南部杯では5着だった。続く、JBC クラシックでは、見せ場なく8着に終わった。11月5日に JBC クラシックを最後に引退し、11月7日付で競争場登録が抹消されることが発表された。 ハントバレートレーニングファームで乗馬として、余生を過ごしていたが、2016年5月2日、死亡した。競馬評論家である、細江順子は、本馬を指して、闘牛のようだと表現した。1タイムランの R は、レコード価値を示す。ありがとうございます。